私は奏、日本一の金持ち学校ソプラノ学園に通う高校生。今は歴史の授業中。泣かぬなら、この後に続く言葉は何だ。じゃあセンタ、答えてくれ。彼はセンタ君、ソプラノ学園の中でも特にお金持ちのお坊ちゃん。泣かぬなら泣くまで積もう、札束を。オトトギスは札束欲しがらないよね。全然違うぞセンタ。奏の答えは泣くまで待とう、ホトトギス。正解、さすがだな。暗記が得意だからって調子乗んなよ。え、真面目に答えただけなのに、この貧乏人が。何を隠そう、我が家は超貧乏。泣かぬなら焼き鳥にしよう、ホトトギス。お肉食べたい。そんな私がなぜ金持ち学校に通っているかというと、ねえ、玉残し。詳しくは過去の貧乏少女シリーズの動画で話してるぷに。かといってセンタ君みたいな傲慢御曹司とは絶対結婚したくない。貧乏人は勉強できても意味ないんだよ。貧乏の時点で人生負け組なんだよ。金こそ勝者の証。金で手に入らないものはない。分かったら俺様にひれ伏せ。なんだ、ソプラノ少年団様だわ。また別の傲慢御曹司たちが来たようだ。ソプラノ少年団、それは御曹司4人組からなる学園のアイドル。金もあればルックスも抜群。彼らを前にすると女子生徒は喜んでひれ伏すのである。こちらは少年団リーダーのアルト君、ゴリゴリの俺様御曹司。泣きたいんだろ、泣かせてやるよ、ホトトギス。続いて王子様キャラ成田君、泣くまではそばにいるよ、ホトトギス。ちょっとこわもてハードボイルドカイリ君、泣かねえの、めんどくせえな、ホトトギス。最後はキングオブマネーカジノくん、泣かぬならいいねで泣かせる、ホトトギス。あれ、金持ちキャラセンタくんと被ってない。僕が元祖だ。お、ホトトギスならぬアヒルミッケ。私は少年団から醜いアヒルの子と呼ばれている。あの、授業中だから邪魔しないでくれる。ああ、歴史そんなの覚える必要ないっての。歴史ってのは今この瞬間から自分が刻んでいくもんなんだぜ。うそー。ま、かなでみたいな地味キャラは名前も残らないモブだけどな。はあ、生まれついての運命ってあるからね。せいぜい頑張って生きろよ。お金がないと伝説も悲劇も生まれないのさ。せいぜい俺らの伝説をその目に焼き付けておくことだな。また会おう、モブアヒル。この傲慢御曹司め。歴史に名を残す金持ちになるには少年団みたいな華やかさが必要か。なんかこうド派手なことぶち上げたいな。そして女子にキャーキャー騒がれたいな。何ブツブツ言ってるの。そうだ、貸し切りナイトプールパーティーをしよう。なぜそうなった。みんな聞いてくれ、みんなを前代未聞のナイトプールパーティーへ招待するよ。歴史に残る瞬間を共有しようじゃないか。なんで歴史に残ると思うの。楽しそうね、行く行く。お前絶対来いよ。なんで、引き立て役が必要だろうが。そんなことのために。いや、その日は予定が。はあ、キャンセル料は10万だからな。来たら0円だけど来なかったら10万円だ。そんな金額払えないよ、キャンセル料に10万円なんて。かといって参加したら引き立て役として惨めな思いをするだけだ。結局行くことになっちゃったのね。彼女はハルちゃん、バイト仲間だ。奏にお金がないと知ってて卑怯なやり方ね。っていうか派手なことしたいからナイトプール貸し切りって何よ、自己顕示欲の塊。そもそも少年団とやらが奏をからかうから引き立て役にちょうどいいとか思われちゃうのよさ。そんな奴らホトトギスの鳴き声を聞くまでもなく、ふんわめの刑に処されればいいのよさ。おー、おけっと。うわ、それ現実にあったらすごく嫌だね。現実は私には何にもできることはないのよさ。これ飲んで元気出して。潰しちゃったけど。ありがとう、気持ちとタピオカだけで十分だよ、本当に。一方母親にこのことを話すと、御曹司にパーティーへ誘われた、だ、ま、の、こ、し。違うよ、ちゃんと私の話聞いてた。よかったわ、勝負水着残してて。うる、絶対やだ、着ないからね。もうなんでお母さんがウキウキしてんのよ。奏は行きたくないのね。そうだよ奏、
逆境こそ成り上がりへのチャンスなのよ。お母さん、あの秀吉だって信長の上利小僧から始まったんだから。それはそうだけど、だったら奏も引き立て役から妻の座まで登れるわ。全然シチュエーションが違いますけど。っていうか、センタ君と結婚なんてやだ。何のために高い学費を払ってると思ってんの。勉強はちゃんとするから。勉強より彼氏作りなさい。それでも親なの。はあ、私の理想の殿方はどこにいるのでしょうか。その頃少年団は、わてらは令和の将軍や。殿と呼べ。ねえ。うはなあ、センタからパーティーの誘い来たか。聞いた。行かねえけど。彼のお金の使い方は品がないね。奏は行くらしいよ。奏が？あいつほど派手なパーティー似合わないやつもいねえだろ。無理やり参加させられるみたいだね。引き立て役にってところじゃないかな。そんなことにお金を使うなんて、金持ちの風上にも置けない。お金は自己満足の手段じゃない。人々を幸せにするためにあるんだ。カジノが珍しくまともなこと言ってんな。まあ断れない奏も悪い。せいぜいパーティー楽しんできたらいいだろ。ふん、心配じゃないの。なんで俺が奏の心配なんか。無理やり参加させられるって言ってもたかがパーティーだし、別に大丈夫だろ。そして迎えてしまったパーティー当日。これがナイトプールか。ふん、夜景綺麗だね。すると突然照明が消え、ん？何が始まるの？聞こえてきたのはセンタ君の声。レディース&ジェントルメン、お待たせいたしました。俺様が今夜の主催者、センタです。今日は歴史に刻む1ページをみんなにお見せするぜ。確実に黒歴史になるだろうね。これが今日のタイムスケジュールだ。センタによる乾杯の音頭、センタのライフヒストリー VTR、 センタとラッキーガールのケーキ入刀などなど。結婚式かな。もちろんドリンクとごちそうは食べ飲み放題だ。全部金持ちセンタ様のおごりだぞ。じゃじゃーん。うわ、おいしそう。食べて騒いで楽しんじゃってくれ。うわ、こんなごちそう久しぶりだ。せっかく来たんだからお腹いっぱい食べていこう。かなでが貧乏人の顔してるぜ。見ろよ、今にもよだれ垂らしそうな顔してさ。見るに耐えないわ。センタに感謝しなさい。貧乏人が来れる場じゃないのよ。そんなこと言われたら食べれないよ。でもすごく食べたい。あ、おい聞いたか、こいつ腹鳴ったぞ。まあ、はしたない。ほら遠慮せずに食えよ、ひもじんだろ。こんな靴だか。ほらさっさと食えよ。ほらほら、いくらでもあるんだからさ。やめて。ありがたく思いなさい。肉のシャワーよ。いいぞ、やれやれ。よし、特大のやついくぞ。それ危ない、やめて。あ、やべ。窓が割れた。何の音。何事ですか。あ、ちょ、窓が割れてるじゃないですか。しかも料理が床に散らばってる。どうしてくれるんですか。弁償ですよ、せっかく作った料理も粗末にして。ねえ、弁償どれくらいになるんですか。5000万程度、覚悟してください。5000万。あったらあいつです。お前が避けたから窓にぶつかったんだろ。責任取って金払え。何が何でも払っていただきますからね。違う、私は何も。言い訳は事務所で伺います。そうして私は事務所に連れてこられた。私じゃないんです。ぶっちゃけ誰のせいでもいいんですよ。とにかく払っていただかないと。そんな、これだから金持ちボンボン集団嫌いなんだよ。マナーも態度も悪いし、お前らできんだからな。私は金持ちじゃ。ああ、もう金だけが取り柄なんだから文句言わず出せよ。5000万だからな。5000万も払えません。払えませんじゃないんだよ。家でも何でも売っ払って払えよ。それでも足りないなら叱るべきところに突き出すからな。叱るべきところって警察。私こんなことで前科者になっちゃうの。それに家売っちゃったらこれからどこに住んだらいいの。どうなっちゃうの。おい、そちらのお客様、今すぐ解放しろ。その方は当店最重要顧客の大事なお友達だ。お客様、この度は大変失礼いたしました。大事なお友達。よう、俺らの大事な友達を可愛がってくれたみたいだな。申し訳ございません。あなたたち、なんでここに。その頃、プールにいるセンタ君たちは帰る支度をしていた。楽しい気持ちが冷めちゃった。場所変えて続きやろうよ。どっか店押さえるよ。ねえ、この機会にセンタのお屋敷行ってみたいな。俺の屋敷ちょっと今日は
親父がパーティーしててさ、私たちもそれに合流しちゃダメ？俺の家はまた今度な。そっか、残念。俺らはもう帰っていいですかね。あとあの女が全部責任持ちますんで。ええ、支払いは済んでおりますから大丈夫です。支払った？カナダが5000万支払ったんですか？ええ、そうですね。ありえねえよ。ありえるのよ、それが。カナダ、なんで？ちょっとどうして貧乏女がソプラノ少年団様を引き連れているの？支払いは俺たちが立て替えたぜ。とりあえず5000万円で足りるかしら。カナダは大事なダチなんだよ。その友達が困ってるんだから。助けるのは当然だよな。友情はプライスレス。あくまで立て替えただけだからな。ちゃんと返済しろよセンター。は？なんで俺？まだ終わったのお前だろうが。いや、でもカナダが避けるから。そもそも投げるのが間違ってんだよ。奏でにも料理作った人にも失礼だろ。まあまあ、5000万円ならすぐに払えるだろう、金持ち選択。いや、あれ、どうしたのかな。おいおい、5000万円で渋ってんのか、それで金持ち名乗ってんの。払えるのか払えないのか、どっちなの。カズナ君、金持ちキャラかぶったこと怒ってる？ごめんなさい、払えないです。化けの皮が剥がれたな。正直に言えよ、金持ちじゃないんだろ。庶民です、ごめんなさい。そうなの？センタの家庭は私ほど貧乏ではないものの、いわゆる庶民だけど、仮想通貨で一時的に大金が入って見栄を張ってしまったのだとか。金持ちに憧れてたんです、モテたかったんです。だっさ、見栄で金持ちぶるとかないわ。金輪際話しかけないでくれる？そんな。その後学校でもセンタ君が冷遇されたことは言うまでもない。そして結局は転校してしまった。泣けぬなら住処を変えよう、ポトトギス。また別の場所で派手に泣くつもりなの？今回のことはソプラノ少年団に感謝してもしきれない。助けてくれて本当にありがとう。バルトがどうしても心配だって言うから来たんだよ。そんなこと言ってねえよ。あい、照れるなんや。ていうかお前、はい、嫌なことがあるんなら俺に言えばいいだろ、友達なんだから。え？そうそう、一人で抱えると良くないよ。今回はたまたま間に合ったから良かったけどな。助け合うのが友達だろ、みんな。まあ奏の場合、友というより友だけどな。ん？どういう意味？わかる、お供のものって感じだよね。並んで歩くより荷物持たせるのが似合うな。根っからのモブキャラ気質だからね。ちょうどいいじゃん、殿には友のものが必要だからな。いい人たちと思うけど、やっぱりムカつく。カナダです。カジノだよ。動画を最後まで見てくれてサンキュー。最高のお金の使い方教えてあげるよ。何？動画の概要欄を見るんだ。ソプラノ漫画のコラボグッズの URL が見えるね。そこから好きなデザインのパーカーをゲットするんだよ。結局宣伝？グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。コメント欄で感想教えてね。それじゃ、バイ、センキュー。